グスターフ・エイド作、森林太郎役、バラ。義手は手袋をはめた両手を自動車の抱きにかけて、まっすぐに御車台に座って発車の用意をして待っている。白壁の別荘の中ではガタガタと戸を開けたり閉めたりする音がしている。それに混じってよく響く面白げな若い女の声でこう言う。ボジルや、ボジルや、私のボアがないよ。ボアはどうしたの？ここにございます、お嬢様、ここに。手袋は？あなた隠しにおいで遊ばしました。別荘の窓は皆開けてある。9月の晴れた日が芝生とお嬢様のお好きな赤いバラの花壇とに差している。入り口の幅の広い石段の一番下の段に家来が立っている。褐色のリフレーがしなやかな青年の体にぴったり具合よくついている。手にはダネボルクの気性のついたシルクハットを持っている。もう15分くらいこうして立って待っているのである。主人が急ぎ足に角へ出てきた。ネズミ色の朝の服を着て、白髪頭にパナマ帽をかぶっている。エストリードや、早くしないかい。ごちそうのブレックファーストに遅れてしまうよ。こう言ってじれったそうに手を揉んでいる。もうすぐですよ、お父さん。ボジルや、手袋をくれよ。あの、色の明るい方だよ。あら、お嬢様。あなた、お手に持っていらっしゃるではございませんか。おや、そうだっけね。お嬢さんは玄関の天井が反響するように笑った。さあ、もうこれでいいわ。家来は電気のかかったように姿勢を正して自動車の戸を開けた。お嬢さんは晴れ晴れとした身軽な様子をして主人と並んで階段の上に立った。髪は乱れて黄金色に額と頬とを覆っている。褐色の目と白い鳩が笑っている。まあ、なんといういいお天気でしょう。お天気はいいが、早く押し、早く押し。あら、バラが綺麗ですこと、ご覧なさいよ。遅くなるよ。なーに、みんな待っていてくだすってよ。いつもそんなに早くはいかないから。そんならお父様、さようなら。お嬢さんは両手で主人の首に抱きついて、頬に接吻した。さあ行っておいでよ。お昼には帰ってくるだろうね。帰りますとも。今一度接吻した。そして石段を駆け下りて自動車に乗った。しかし乗ったかと思うと突然叫んだ。ああ、カゴカゴ。フランチスカおばさんにあげる果物のカゴがあったよ。ボジルやー。主人は石段の上で足踏みをしている。いやはや、女というものは始末の悪いものだな。それでもお嬢さんは主人の顔を見上げて笑って指で接吻の真似をしてみせる。ボジルばあさんが年寄った足でかけられるだけかけて果物のかごを持ってきた。さあ、ここに置きます。息を切らしながらこう言ってカゴをお嬢さんの脇に据えた。もう出かけられるだろうなと主人が言った。しかしお嬢さんはこの時また叫び出した。花壇のバラが目に留まったのである。
私、あのバラを持って行ってよ。エクトリア、走って行ってあれをたくさん切っておいで。遅くなるよ。だっておばさんにバラをあげなくては。花を持たないで行ってはおばさんが何とおっしゃるか知れないわ。エクトリア、もう一本を切るよ。もう一本、たくさん切るのだよ。家来は両手に握りきれないほどバラを持ってきた。しなやかな枝が花の重みで垂れている。主人は石段の上で足踏みをしている。ばあさんは旦那が本当に怒らねばよいがと心配して身を壊している。お嬢さんは突然大声で笑った。お父様、早く家へ入って戸を閉めなさいよ。私の今思いついたことはお父様が見ていらっしゃってはできないことなのですから。なんだ、俺は入らないぞ。俺の門の石段にくらいは俺だっていてもいいはずだ。主人はすこぶる威厳を保っていったつもりである。家来はバラをお嬢さんの脇へ果物のかごと一緒に置いた。その時お嬢さんは家来の耳に口を寄せてなんだかささやいだ。家来は心配げに主人の顔を見た。早くよ、エクトリア。両方の耳に追いかけのようにつけるのだよ。家来の口の周りには微笑の影が浮かんだ。遠慮がしきれなかったのである。でもお嬢様、馬はつけてございません。お嬢さんは大声で笑った。本当にね、馬はいなかったっけね。私すっかり忘れていたよ。そんならいいから、あの明かりをつけるものを取ってしまって、あそこへバラの枝を差しよう。家来は躊躇した。早く押しよ。早く早く。家来はまた花壇へ帰って行ってバラを切っている。主人は急いで石段を降りてきた。何をするのだい。まだバラを持ってこさせるのか。いいからお父様、あなたはそこにいらっしゃいよ。それでもお前はまるでバラに埋まってしまうじゃないか。私、埋まりたいのだわ。家来は自動車の明かりをつけるものを外して、その後へ花のいっぱい咲いているバラの枝を三本刺した。お嬢さんはそばにあったバラの枝を一つかみ取ってばあさんに渡してこう言った。これをね、私の体の周囲へ振りまいておくれ。それからほらの上にもね。それではお嬢様、あんまり。それならお父様、巻いてください。なんだ、そんな馬鹿げたことを俺まで一緒になってしてたまるものか。そんなら私、自分でするわ。お嬢さんは花をむしって自分の周囲とホロの上とに撒き散らした。バラの中に潜って座っているようである。それからね、エクトリア、お前はこのバラをボタンの穴にお刺し。ヤコップや、お前もお刺し。義手も家来も微笑みながら胸を飾った。お嬢さんは帽子の帯に一枝刺して胸にも花を一つ刺した。さあ、これでいいから出かけるよ。そんな風をして町へ出ては困るじゃないか、と主人が言った。だって立派じゃありませんか。なんだ、まるで火葬舞踏に行くようだ。町の者が呆れるだろう。それは
町の人は気遣いだと思うでしょう。いいわ。ヤコップや、さあ、車をお出しよ。ボジルや、お昼の時、テーブルの上をバラで飾っておくのだよ。いいから、バラをたくさん置きるよ。お嬢さんは笑いながらこう言った。そんならお父様、行ってまいります。さようなら。ヤコップや、お出しよ。騎士は堕きを回した。自動車はゆっくり花壇の周りに輪をかいて、それから速度を速めて、踊るように中庭を走って出て、街道に続く道の菩提樹の並木の間に入っていく。石段の上には、主人とボジルばあさんとが残って見送っている。まあ、なんというかわいいお嬢様でございましょう。あのバラの中に埋まっていらっしゃったお美しさってございませんね。ボジルはこう言った。バカなやつだ。と主人は言った。どれ、お昼のテーブルに乗せるバラを切ってまいりましょう。どうも甘やかして育てたもんだから困る。さようでございますね。旦那様は随分おかわいがり遊ばします。いや、お前が甘やかすのだ。さあ、それはそうでございますが、旦那様、あなたがよせとおっしゃればいたしません。バラを切ってまいりましょうか。うん。主人はくるりと背中を向けて家へ入った。昼食の1時間前に、ボジルばあさんはお嬢さんのお好きな刺繍のある着物を着て、バラを切りに花壇へ出た。中庭の花壇では足りないので、花園の花壇の方も切った。主人がいくら嫌な顔をしても仕方がないのである。ボジルというのは、この別荘につきもののばあさんである。ご本宅でお嬢さんがまだ生まれないうちから勤めていた。10年前に奥様が亡くなってからは、このばあさんがうち中のことを誰が言いつけたともなく引き受けてしているのである。食堂には食卓の準備がしてある。そこへばあさんはかごにいっぱいバラを持ってきて飾り始めた。食卓にのせる小さい花瓶が6つあるのに、2輪ずつ花を挿して2つずつ並べて卓の中通りに置いた。実に美しい。それから晩に花を持ったのを卓の4隅に置く。それから枝を卓の上いっぱいにばらまく。主人とお嬢さんとの膝にかける切れがコウノトリの形に畳んである。そのくちばしのところに薄赤のつぼみを一つずつ挟んだ。それからお嬢さんのナイフやフォークの置いてあるところへは、中に寄せて小さい花を、外回りに大きい花をばらまく。実に立派である。それでもまだ気が済まないのか、どの鉢の上にも掛け紐に刺すような花を一つずつ乗せた。主人は食堂へ出てきた。塩ビ服に白襟をつけて銃を帯びている。主人は宅の前に立ち止まって、宅とばあさんとを見比べている。ばあさんは主人の顔をじっと見ている。どうもこんな風では。と主人がつぶやいた。それでも、旦那様もお召しを改め遊ばしたではございませんか。とばあさんが言う。しばらく二人はにらみ合って黙っていた。
あの、シャンパンのコップを出しました。とばあさんが口を切った。うん、出してあるな。最初にうずらをあげることになっています。お嬢様のお好きな。ふん、そんなに甘やかしてどうするのだ。でも、あなたがよせとおっしゃればいたしません。主人は時計を出してみた。もう時刻までに2、3分しかない。お嬢さんが今にも帰ってくるはずである。お前、降りて行ってシャンパンを出してこないか。ばあさんは主人の顔を意味ありげに見た。どういう考えで言いつけるかと疑う様子である。旦那様はいつもご自分でお出し遊ばせではございませんか。主人は輪に通した鍵をばあさんに渡した。これで出してこい。一番上の棚の右の方だ。ばあさんは鍵を受け取った。あえて反抗はしない。しかし、主人の魂胆を見抜いたのである。何でも、主人はばあさんを出し抜いて、一人で階段の上に迎えに出て、塩ビ服を着たところを娘に見せるつもりらしい。それからな、シャンパンは氷で冷やさなくてはな。それはそうでございますとも。ばあさんは不平なので、戸を荒々しく閉めて出て行った。主人は微笑みながらばあさんを見送って、もみ手をしている。今度こそは、あのばあさんをうまく出し抜いてやった、と思うのである。ぼじるばあさんは、穴蔵のはしごの中ほどに、左の手にシャンパンの瓶を持って、右の手で欄干をつかまえて立っている。この時、恐ろしい叫び声が、二声聞こえた。気の違ったような荒々しい叫び声である。別荘の部屋部屋に響き渡って、それを聞く者は肝を冷やして体が凝り固まってしまいそうであった。ちょうどその後で、ほとんど同時に、ドシンと物のぶつかる音がして、ガラガラメリメリと言うと思うと、家中の壁が、地震のように振動した。何か大きな動物が家にぶつかって死んだかと思うようである。その後はひっそりした。しばらくしてから人の叫んだり泣いたり走り回ったりする音が聞こえてきた。そしてばあさんがはしごを登って玄関まで来た時には、お嬢さんの死骸が床の上に横たわっていた。そのそばには主人がひざまずいている。塩ビ服に白襟をつけて銃を帯びて。お嬢さんと家来のエクトルと二人で自動車に乗って帰ったのである。義手は1時間も経ってから歩いて帰ってきた。義手の言うには、どうも自動車の機関が狂っていたとしか思われない。なぜというに、エクトルは自分と同じぐらい自動車を使うことを知っているから、止められなくなるはずがないというのである。しかしなぜ二人が義手を出し抜いて先へ帰ったかということは、義手も説明することができなかった。中働きのカレンが見ていたとき、二人は前の御車台に並んで乗っていて、その車が恐ろしい速度で中庭の芝生を通って、バラの花壇を蹂躙して走ってきたそうだ。その途端にお嬢さんが荒々しい叫び声を出したのであった。最後の一瞬間に、エクトルは今まで握っていた手を抱きから離した。そしてお嬢さんをしっかり抱いた。その途端に自動車は別荘の石壁に衝突して、
二人は死んだのである。この出来事は、無論、世間の大評判になった。そして、誰にも可愛がられていたお嬢さんは、誰にも惜しまれた。気の毒な父親も、すこぶる世間の人の同情を引いた。戸ぶらいの前に、お嬢様のお好きな花は何であったか、と、諸方から問い合わせがあった。戸ぶらいの日には、棺の上をバラの花輪が三層に覆った。真っ赤いバラの花の輪色が。お嬢さんはこれほどに可愛がられていたのである。平勢この家と交際している二三軒では、ちょうど戸ぶらいの日に芝居の入場券が買ってあったのに、遠慮して行かなかったくらいである。はじめまして、こんにちは、ゆみです。ご機嫌いかがですか？ここまでお聞きくださりありがとうございます。ここから先は、作品に関してだったり、関してなかったりすることをお話しさせていただいております。よかったらお聞きください。さて、今回はグスターフ・エイドさん作の森林太郎さん役で、バラを読ませていただきました。今まで何かとこうエッセイみたいな作品が多かったので、ここまで登場人物が多いお話はこのチャンネルでは初めてだったのかなと思っております。字の文がもちろん私の字の声なので、意外と女性の方が私の中ではうってなる、読む直前にちゃんと字の文と違うってわかるかなって思いながらになるので、結構女性のセリフを読む時の方がドキドキしてたりします。まあ男の人はね、表現しきれない深みがあるのは重々わかっていて、男の人の口調とできるだけ、なんだろう、男の人だから声を変えるっていうわけでもないんですけど、男の人だとこんな風な声の上がり方はしないなとか、それぐらいはしていたりします。いかがでしたでしょうか？結構昔から歌舞伎の女方をやられてる方の動きとか、宝塚の男役の方の動きとか、そういうものに結構憧れがあって、あとでもなんかどっちかというとこう男性がやる女方がだいぶ好きなんですよね。歌丸師匠の女性が本当に大好きで、おかみさんみたいなのが本当になんか、落語ですから歌丸師匠は男やって反対側向いて女やってって一人でもどんどん会話劇をしていくんですけど、なんか歌丸師匠にかかるともう目つきで女の人なんですよね。目つきと手つき、なんか喋らなくても女の人っていうのが本当に好きで、なんでこんなに男の人がやる女性が好きなのかわあ、わからないんですけど、なんでですかね。風刺されてるのが面白いのかな。なんか、でも、なんだろう、男性がやる女性って、何か色っぽい気がするんですよね。歌丸師匠のおかみさんとかめっちゃ怒ってるんですよ、旦那さんのこと。でもなんか、色っぽくて可愛らしくて、歌舞伎の女方の方の動きなんかは本当にしなやかで、
ファルセットみたいなところからお声を出しになって、本当になんか真相のご令嬢みたいな感じで素敵だなって思うし、ドラッグクイーンのね方々のやつ動きとかも、もちろんこうドラッグクイーンの方はもうちょっとこうなんだろう、誇張してセクシーさとかをドーンって出してきているのも分かってるんですけど、なんか女性的なパワーとか女性的な色っぽさとか可愛らしさがやっぱり見せてもらえてるような気がして、なんだろうな、要素で見えるから楽しいんですかね。ああいう風にしてる方がどう思ってやってらっしゃるかわからないけど、私がやる男の子の男の人のやった男の人でいつかかっこいいですねって言ってもらうのは一つの夢かもしれないです。高山みなみさんとか超かっこいいですよね、コナンくんとか。なんか多分その瞬間に私は私という性別を超えられたような気がするからかな、そういう憧れが一つ自分の中にあるなって思います。まあもちろん今日やったお嬢さんとかでも女性役を頑張って、褒めてもらえたら、まあ何だって褒めてもらえれば嬉しいんですけどね。さて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 、10月になりました。皆さんはお元気ですか？台風も来て一気にまたこう空気とかが入れ替わった感がありますけど、風邪などお召しでないですか？先週は予言したかのように子供が熱を出しました。びっくりしました。まあでもおかげさまで意外とすんなり収まって、成長を、日々の成長を感じております。今年の締めをするにもまだ早いんですけど、来年の話をするにもまだ早いんですけど、なんか少しずつその子供たちの成長を見てると本当につながってるなって思います。なんか自分が子供の時はそのつながりは分かってるようで分かってなかったような、なんかポジティブな方のつながりはよく分かってなかったような気がしますね。なんかあそこでサボったからこう結果が悪くなったとか、ここで内緒にしちゃったから親に怒られたとか、こう悪いつながりは覚えてるんですけど、こうポジティブなつながりっていうのは大人になってからの方がよく見えるようになったかも。子供たちは確実に成長を見せてくれるし、私は私でどうなっていくのかわからないけど、ちゃんとこれまでと今がつながっているなっていう感覚が持てるようになって、これからと残り3ヶ月と来年がまた楽しみだなって思えるのはありがたいことですね。さて季節の雰囲気が変わって、今回はバラ、秋のバラのお話も入ってましたけど、少しずつきっと葉っぱの色も変わってきて、
秋と、そしてつながる冬を感じていくんだろうなと思います。何か行楽には行楽どこかお出かけはできないんですけど、でも逆にだからこそ、その街の中のちょっとした葉っぱの色の変化とかが楽しめて、気になるようになって、そういうところで四季を感じられるようになったのはちょっと嬉しいなと思っていたりします。皆さんも素敵な秋お過ごしください。お相手はゆみでした。ここまでお付き合いくださりありがとうございます。それではまた。